どうも D チャンネルです、早速ですが今回はですねフレンチトーストに和の風を一発そよがせてみようかなと思いまして、普通フレンチトーストって言ったらまあパンをあの甘い卵液に浸して作るものじゃないですか。それを今回はですねこちら和のスイーツの定番どら焼きでやってみたいと。ちょっとうちの近所にあのノーマルタイプのどら焼き売ってるところはなかったんですけど、今回試すのはあんこと生クリームの入ったタイプと期間限定で売っていた栗の味のするあんの入ったタイプ、この2種類でやりたいと思います。それでは早速フレンチトーストの調味液を作っていきましょう。卵、牛乳、シロップ、砂糖、バニラエッセンスを適当な量を入れて味にして好みの甘さ加減になったら調味液の完成です。ここにどら焼きを投入して時折ひっくり返しながら一晩待ちましょう。はい、というわけで一晩経ったものがこちらになります。オープン。ね、液がね全くほとんどなくなってますけど、こうやって押してみるともうじわっと液が染み込んでいるのが分かります。それでは早速焼いていきましょう。鍋にバターを入れて、ここに浸したどら焼きをドンと入れます。あとはこれを弱火でじっくりと時間かけて焼き上げていきます。じゃあ返していきましょう。ほっ、うん、すでにどら焼きに焼き色ついてるからいまいち焼けてる具合が分かんないですね。とりあえず従来の作り方に寄せて弱火で両面とも5分ずつ焼き上げました。若干ここら辺焼き色ついてるの分かりますかね。そんなわけでこれがどら焼きのフレンチトーストになるんですが、正直こっち側なんかちょっと見た目悪くなってますよね。じゃあちょっと断面を切って確認したいと思います。ぶっちゃけどっちがどっちのどら焼きだったか忘れちゃったんですよね。うわ、すっげえ柔らかい。スッてナイフが通る。こっち側がよいしょ、あ、マロンタイプのやつですね。あ、言ってなかったんですが、あの中には生クリームも入ってるようで、それがちょっととろけてテカテカになってますね。これはこれでありな見た目なんじゃないか。ってことはこっちが生クリームとあんこのタイプですね。よいしょ、おー、こちらもですね生クリームがとろけております。いや、もう我慢できない、このまま食べよう。じゃあまずはですねスタンダードなあんこの入っているあんこ生クリームの方からいきたいと思います。いただきます。これ超うまい。これとてつもなくうまいんですけど、これね、ほんと伝わりますかね、ほんとすんごい柔らかいんですよ、どら焼きの生地が。それがですね、口に入れるともうぐじゅってほどけて、そこからですね、卵液のじゅわっとした感じと、あんこのホクホクとした感じと、このとろけた生クリームがまたいいですね。じゃあ続きまして、マロン味の方いきましょう。この真ん中のあんこの部分が栗の風味が入ってるらしいです。いただきます。これは、さっきの味に栗の風味が加わった感じだ。いやでもやっぱ特筆すべきはやっぱこの生地を吸ったあんぱんじゃない、どら焼きの生地ですね。そのね、自分が今まで食パンでやってきたフレンチトーストはもうちょいしっかりしてたんですよ。それがですね、本当こうやってナイフで支えてないとダメなぐらいもうふわふわで、その食感がですねすんごい癖になりますね。これはこっちの方がいいな。ひとまず分かったのは、あのフレンチトーストのあの調味液にあんこ、これはね全然合いますよ。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。この度 D チャンネルが新シャツを出しました。名付けて D シャツ、興味ある方はぜひとも説明欄からご覧ください。